その時氷河期面白いって言ってくれた人は今でも大事なつながりができてる人たちですね。本当に、うん、音そのものみたいなのにがあまりにも美しくてなんかみんなに泣いちゃうみたいなことが起きたのは初めてでしたね。あ、俺もアルバム作って大丈夫だってゴッチに救われた。ロットって旅なんだなと思って旅をしながら音楽をしてるし、ロットそのものは体験なんだと思ったら、ちょっとせっかくなので、はい、アルバムを、そうですね、はい、1枚ずつたどりながら三船くんにインスピレーションでそのアルバムの1曲も、はい、選んでもらってるので、はい、で2014年ロットバルトバロンの氷河期、はい、で選んでくれたのが氷河期2モンスター、はい、2曲目の曲ですね。これさっきのセクションでもちょっとお話が出たジョナサン・ローと、そうですね、一緒に、そして何曲かのプロデュースをブライアン・マクティアがやっているという、フィラデルフィアで、そうですね、本当に今ぐらいだったんじゃないかな。じゃあ本当に極寒だ。ちょっとなんか大寒波が来て、なんかおまわりさんが家から出ると危ないぞとか言ったりとか、高速が止まったりとか、なんかなかなか珍しいぐらい降ったらしいんですよね。そう、その曲を選びましたね。寒い印象です、まあ、すごくだからなんだろうな、代表曲でもあるし、この前だからバケモノとか出してはいるけど、まあ、バンドのファーストアルバムにして、 でも一つなんかすごくロットバルトバロンっていうもののなんか哲学みたいなものが結実してるような曲でもあるなと思ったんですけど、そうですね、うん、なんからしさがあるような気がするし、なんだろう、パッてそのリストいただいて自分の代表曲って言われた時に、こう、あ、でも今でも色褪せない、なんか、うん、ライブで音楽で歌い続けてる曲がなんか、まあ、最近ツアーモードっていうのもあるんですけど、そこでパッと浮かんできたのが氷河期2で、まあ、ミュージックビデオもすごい自分の中で印象的に、まあね、自分たちが撮ってた映像をギュッと固めたようなビデオなんですけど、なんだろうな、うん、そうですね、ロットらしさが溢れてる気がするし、僕もほとんど初めての海外体験の中、ね、震えながらレコーディングしてたっていう、その純粋さと、やっぱあの音を聞くとなんかあのスタジオの音なんですよね、部屋の鳴ってるあの時の自分みたいのが10年経っても未だに思い出すからし、なんか、うん、デビューでいきなり向こう行っちゃって撮ってるっていうわけわかんないバンドが生まれてしまった楽曲だなっていうか、最初の一手それなんだみたいな感じが自分の中であって、それはなんか未だに生きてる気がしてて、うん、好きだなって思っちゃったんですよね。でも有泉さんともこのアルバムのおかげで出会って、そう、このアルバムのインタビューをしたのが初めてちゃんとお話し、ね、したタイミングです。そうだから化け物山聞いてすごい面白い人たち出てきたなって思っていたところに、うん、今この氷河期でその音の、はい、だからやっぱりそのなんていうのかな、当時もうちょっと国内で作られてるバンドの音楽ってこれ2014年とかだけど、そうですね、なんかもうちょっとこう本当に波形が真っ黒になるような、そうですね、割とグワーッと音圧がすごくて、割と密度がダーッとしたものが、まあ、日本国内のバンドシーン、まあ、メジャーなバンドシーンとかでは多かった中で、でもまあ明確にだから当時の US のインディーであったりとか、うん、もう共鳴している音作りでもあったし、うん、あとまあやっぱりその批評性ですよね、すごく、あ、うん、まあ、サウンドもそうだし、あのタイミングでなんか氷河期って名付けたこの作品を出す、でやっぱすごく示唆に富んでるアルバムだなってのもすごく思ったし、だから本当に印象深かったんですよね。あ、本当ですか、うん、あ、そういう、それでインタビューしたいなと思ったんです。あ、そっか、そう、あ、嬉しいですね、なんか、うん、僕的にはちょっと面白いのはこんなバンドいなかったじゃないですか、うん、先輩もいなかったし後輩もいなかったし、うん、同級生もいなかった、日本にマジでじゃあ現地で何が起こってんだ行ってみよう、撮ってきて作品を作りましたって言ったら、あ、これで日本中のみんなが喜んでくれるぞって思ったら全然そんなことなかった
ここまでやってきたよみたいなのは、あ、でも家庭は関係ないんだってことに気づいたんですけど割と熱心な音楽リスナーからはすごいウェルカム受け止められたんじゃない、そんな感覚もあんまりなかったですか。あんまりなかったですね。なんか、そっかと思ったっていう印象あったけど、でも確実にその面白いなって、面白がってくださる方がいて、その時氷河期面白いって言ってくれた人は今でも大事なつながりができてる人たちですね本当に、うん、ちなみに当時なんでこれ氷河期っていう風にテーマ付けたんですか。氷河期は決してハッピーな時代じゃなかったからですよね、はい、うん、とか言ってて今思うと、うん、なんか氷河期のような時代を生きてたなと思って、うん、現代の凍りついたサウンドトラックを作れないだろうかっていうのが多分あったし、なんかアルフレッド・ヒッチコックみたいに、ヒッチコックのザ・バ、何、鳥とか枕言葉になんとかかんとかのってアルフレッド・ヒッチコックの何、サイコとかがつくんで、なんかトバルト・ワロンの氷河期って映画を作るように、ね、トバルト・ワロンっていう人が作った氷河期って作品ですっていうのをなんかやってみたかった。だからちょっとコンセプチュアルが最初からあったんですよね、アルバム作る時にね、うん、で氷河期って言ってたら本当に大雪になって、そうね、西毛さんにお前が氷河期ってタイトルつけるからだろって怒られたのだけは未だに覚えてます寒かったですね。このモンスターをあげてくれたのはどうしてだったの。その時もちょっと聞いちゃった。なんか喜びがあったんですよね、レコーディングして、向こうでレコーディングしてジョンたちと、うん、なんていうの、スパークル、なんだ、きらめき、うん、がこの楽曲になんか音、その三船雅也個人の喜びみたいなのがものすごくそのレコーディングに入ってるっていうか、うん、憧れをちゃんと憧れを克服して現実のものにして一つの作品を作り上げたっていう感動とか喜びとか未知の緊張感とかワクワクとかがそのアルバムに全部ギュッと入ってて、でファーストアルバムをちゃんとレーベルでサインしてレコーディングできる喜びもあるし、なんかそういう無邪気な気持ちみたいなのがあの曲にはなんかギュッて入ってるっていうのはなんか、あ、残せてよかったなと思うし、うん、あの時の気持ちを忘れちゃいけないなってすごい思った、うん、っていう感じですかね。他の楽曲も僕すごい好きなのいっぱいあるけど、氷河期さんとかも好きだし、うん、なんかあの時の気持ちはあんまり変わってないかもしれないですね、音楽聴く時のね、はい、今何と思って選びました。だからこの曲、その僕らはこの部屋を飛び出して胸いっぱいの怒りを抱えてこのふざけたお芝居を終わらせてやるんだっていう言葉とともに、こんな場所で生きてたくないし、こんな場所で死にたくもないっていう、うん、リリックが歌われていて、俺は本当にその今に至るまでのロットのなんか悲観的な意味合いっていうよりも、だからこんな場所で生きていたくないし、うん、こんな場所で死にたくもないから僕らはどうしていくのかっていう、うん、なんかそういう問いかけでもあるなってすごく思ったりしますけどね。そうですね、うん、問いかけがありますよね、ちゃんとね、なんか10年前の自分にドキッとさせられる瞬間がまだある気がしますね、うんうん、26歳、5歳の自分が思っていることはあんまり、たまに君そんなこと考えてたのかみたいな気持ちになるし、今でも分かるわって時もあるし、うんうんね、そのクエスチョンで始めましたよね、うん、そして翌2015年、そう、翌にも出してるんですね、ソニーアトムを出しています。アトムを出してます、はい、これは今度モントリオールに行きましたね、はい、ゴッドスピードユーブラックエンペラーの、そうですね、マウロが所有するスタジオに、はい、来ました。これは何、どうして今度はゴッドスピードの、そしてモントリオールのスタジオだった。知り合いの知り合いがいたし、ゴッドスピードも好きだし、あとオーエンパレットとかも当時モントリオール、はい、うん、今もいるか分かんないけど住んでたりとか、アーケードファイアとかもいたし、パトリック・ワッツソンとかも
モントリオールだから、なんかモントリオールのシーンのアーティストたちがすごい好きだったし、うんうん、その音の秘密を知りたいなってまた思ってしまったっていうところで、うん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 、実際だから応援パレットとかアーケードファイヤーもレコーディングしたことあるスタジオですよね。トテトゥタンゴっていうところなんですけど、モントリオールの奥にあって、あの そう、そのエンジニアと一緒に今度は作ってみようってところで、氷河期の時はあのいろんな都合で、まあ、デビューアルバムだしミックスは全部やってるんだけど、レコーディング自体は2曲ちょいぐらいだったんですよ。で2曲はやったから、次はちゃんとアルバムの半分以上は作品を向こうで作ろう、日本で半分撮ってモントリオールで半分撮ろうよっていうので、で1ヶ月ちょい滞在しながらあのレコーディングするっていうのを、実際モントリオールに住んでスタジオの近く住んでやりましたね、うん、確かストリングスとブラスのセクションは現地のミュージシャン、そうですね、そうですよね、はい、ブラスもそうだしパーカッションもそう、そうだ、現地のミュージシャンとコラボレーションするようになったのはその時がもっとやることが増えた感じがしますね、うん、実際どうだったんですか、そのだから育ってきた環境も違う、はい、そうですね、人たちと一緒にそうやって音楽を制作していくっていう、ただ何、うん、あのただこれ吹いてくださいとかじゃなくて、そうですね、そうセッションしながら、確かにストリングスはあの時ちゃんとやったの初めてだと思うんですよね、弦をあの2バイオリン取ったのは。でも頭にどうしても鳴ってる音があって、うんうん、どうやって表現したらいいのか、僕はすごいアカデミックな、ね、音大を出てるタイプの人間じゃないんで、うんうんうん、そのスコアが書けないから、そのイメージ感をどうやって具現化していくのかみたいなところにすごい悩んだんですけど、実際スコアギリギリレコーディング直前まで一緒に石池さんと手伝ってもらいながら作ったりして、で僕も指揮とかやったことないけど、なんかタイミング分かんないから、あんたがタイミング出してとか言って、あ、なるほどね、そうなんだ、ジェシカとかに、ジェシカさんって言うんですけど、それこそ GodSpeed You の、 あのフロントメンバー の、 あのパートナーでもあるんですけど、うんうん、プレイヤーで、彼女も素晴らしくて、音のそうね、うん、緊張もあったけど、でもそのなんか音を聞いて、その人のなんていうのかな、技量とか楽器を弾いた時のその佇まいとか音そのものみたいなのにがあまりにも美しくて、なんかみんな泣いちゃうみたいなことが起きたのは初めてでしたね。なんかそのプレイヤーがの生き様が美しくて、音が素晴らしくて泣いちゃうっていうか、あ、なんかうわって思いましたね。なんかそういう体験は未だに覚えてて、あのスタジオの響きとバイオリンの響きで泣いちゃったっていうすごくエモーショナル、感情揺さぶられるってこういうことなんだっていうのも、レコーディングにそういうマジックがいっぱいありましたね、撮った時にね。それは何、その人の生き様だったりとか存在みたいなものが、うん、なんか想像力なんですよ。なんかこういう音を出したいってその人が思うか思わないかで音ってすぐ変わるんですけど、はい、うんうんうん、彼女の想像力みたいな、彼女たちの想像力がなんか人を圧倒する何かになってて、うんうんうん、その美しさにやられてしまったっていう感じがしましたね、うん、そこにビリビリっと感じる、通ずるものがあって、そういう瞬間をレコーディングできたっていうのの喜びがありましたね。楽しかった、すごく、うん、ライブもそうだし、近年のだからビッグバンドサウンド的なものになっていく、うん、なんか最初のコミュニケーションみたいなところもちょっとありますよね。そうですね、だからファーストアルバムでっていうか、今の、ね、ロッドのサウンドのコアになっているそのトランホーンのサウンドみたいなものはできたし、うん、次はじゃあストリングスとか違う人たちとやっていこうっていう、うん、なんかもうワンステップの音楽的なその成長もあるし、後にその今ではね、そのビッグな10何人とかで
スケールアップしていく最初のその、あ、うん、こんなに人が増えていくと音楽が豊かになってって楽しいんだってことに気づかされたし、そこに行きたいと思ってやっぱそこに行ったし、うんうんうん、でそれで自分が思っていた以上に横っ面をはたかれたように気づかされたっていうのが大きい、そういうのが詰まったアルバムだったでしたね。その入り口ですよね、今のロッドのなんか2歩目っていうか、本当に、うん、それができただけでも本当に大収穫っていうか、だからまあやっぱり氷河期はそのスケール感、あの作品もすごく壮大だけど、アトムの方がなんていう開放感と温かさとなんかその他者との、うん、コミュニケーションから生まれていく祝福感みたいなものがすごく宿ってる作品ではありますよね。そうですね、うん、なんか、うん、しやっぱ得るものは確実にあったし、そこでつながった人とは今でも友達だし、なんか彼らが持っているその実験の音楽とかアブストラクトなサウンドへの探求心みたいな、そこで吸収しましたよね、うん。船が日本でだけで撮ってた世界線とモントリオールに行った世界線はだいぶ違う宇宙がある気がしますね、うんうん、あとなんかその当時って今よりももっと日本の音楽シーンがなんていうのかな、そうですね、閉じていたというかここまで繋がってなかったですからね。そう割とだからバンド始めていく子もその日本で生まれた音楽を聴いてそこに影響を受けてバンドを始めていくっていう人もやっぱすごく多かった時代だと思うし、なんていうのか、多分もうちょっと2010年代の終わりとかになっ後期か、そうですね、くらいになっていくと、まだこの後くらいからかな、なんかその当たり前にその海外の音楽と自分たちの音楽が混ざり合うような感覚点でやっていく人もすごく増えたけど、なんかその始まりみたいな時期ではありましたよ ね、 そうですね、だから多分珍しい存在でもあったんじゃないのかなって思ったりする、うんうん、共有してくれるともなんかアーティスト少なかったですもんね、うん、ガンガンヨーロッパツアーとか回ってるモノとかの後藤さんとかすごい、お前は大丈夫って言ってくれる。三船くんは大丈夫って言われていいのか悪いのかと思いながら、でも褒められてるなこれはと思いながらとか、なんかそういう、ね、人たちとの話はあったし、日本国内でも、ね、いろんなライブの出会いがあったですね。ノーベンバーズに呼んでもらったりとか、はい、うん、ようやく友達ができてきた感じがしましたね。あのいろんなフェス呼んでいただいたりとか、うん、なんか当時確かだからフロアに降りて三船くんが歌ったりとか、あ、うんうんうん、アルミニウムとかそういう風に歌ってたかもしれないですね。なんかだからなんかすごくその、まあ、この作品のあの開放感みたいなものと、なんていうのかな、その実際にそのライブの場で の、うん、その開放感みたいなものってすごいシンクロしていた時期なのかなという気もちょっとしますけどね。でも開放感があったのかな、音楽にね、うん、楽しみはあったかもしれないな、わーいって感じでやってたかもしれないし、でもそれと同時にあんまりロッドのこういう音楽って誰も日本の人求めてないんじゃないかって思ったりして、そこに苦しい、なんかその音楽的にとか経験的にものすごい豊かになったんだけど、なんか評論家の評価もすげえ良かったし、うん、でもなんか一般の人たちに全然伝わんなかったなみたいな気持ちがすごいあって、なんかこの辺からあれって思ったりしてましたね、うん、このだからアトムからヘックスまで3年空いている、うん、3年空きましたね。そうだから唯一、まただから唯一、そうヘックス以降はあのまた1年に1作出していくんだけど、そかここだけ唯一空いているのは今の話になんか関係しているの。まあそうですね、うん、だアルバムの氷河期アトム出して誰にも求められてないことをやってるなと、でもそれは結果いいことなんですけど今思えば、だけどなんか
自分なりにやってきてファンの人たちも増えて、でも思ったより多分ロットって日本の人が求めてるものは多分持ってないんじゃないかなとか思って、すごい悩んだしへこんだし、うーん、やめようとは思わなかったけど、でロット内もロット内で結構大変だったし、でもツアーが多かったのかな、リリースしてアメリカツアーもその時して、確かに確かに、でそうライブが増えたんですよ、なんかモンゴル呼ばれて、うん、タイ行ったりとか、うん、なんかでも活動的には確かに貪欲だったの、うん、作品作る以外に、ただこうクリエ 曲書いてんだけど全然書けなくなっちゃったっていう話は多分ヘックスの時すごいあって、3年ぐらいだから曲書いては捨て書いては捨てみたいなの100曲ぐらいやってたみたいな感じがしますね。そんなにやってたんだ。やってましたね。作れなくてなんかちょっとトラウマになっちゃうっていうか、これ作っても絶対みんな喜んでくれないなって思っちゃうと出せなくなっちゃうし、ちょうど何2015年ぐらいからバンドミュージックがどんどんこう、そうね、なんて熱を冷めてっちゃうっていうか下り坂になってっちゃって、グローバルな視点だと本当にそうですよね。トラップだったし、うん、日本だったらアイドルミュージックが全盛だったし、うん、トラックものだったし、うん、ヒップホップが、まあ、今もすごいけど、うん、バンドミュージックをみんな求めなくなってきちゃったっていう世界になってった時に、うんうん、なんかそこでもバンドの子たちもすごい苦しんでたし、アメリカもちょっと元気なくなっちゃったし、そうね、うん、なんかそんな中でどうしようかなみたいなのがあったのがそこかな。でその後悩みながらヘックス、ロンドンも行ったのか、ロンドン行ってますねだから結構活動的にはすごいワールドワイドにめちゃめちゃアクティブだったんだけど、クリエイティブそのものが変化する時代の中で、三船雅也はロットバルトバロンとして何を出せばいいんだろうかっていうのはなんか見えなくて、なんかそれを3年間ずっと、でもアルバム作ってなかったわけじゃなくて、トライしては格のアルバムを作ってみんなで練習して、うんうん、でも納得がいかなくてとかいうのをずっと繰り返して、ようやくヘックスができて、そんな先にこうアジカンのゴッチがラジオとかでピックアップしてくれたりとかして、うんうん、今このヘックスって曲作ったんで聴いてくれませんかって言ってメール送ったんだよね。そこからゴッチとのつながりが、まあちょちょ会ってたんですけど、フェスだったりとか、なんかライブ見に行ったらいたとか、知り合いに教えてもらったとか、本格的になんか話しかけるようになったのはそこでつながりができるようになったんで、そしたらめちゃめちゃゴッチがすごいいいよって喜んでくれて、なんかそこから、あ、俺もアルバム作って大丈夫だってゴッチに救われた、あ、なんか2010あれ何6年7年みたいな、そっかそっか、感じがしますね。今も救われてるんですけど、うん、なんかそういうのありましたね、うん、だから実際そのヘックスって、まあ、一見アコースティックっぽいなりの音でも、うんうんうん、やっぱすごくそのなんていうかちゃんとっていうか大変だな、うん、まあだからテクノロジー的なアプローチもされている、そうですね、うん、初めてそこのエレクトロニックなものとかの、ね、デジタルなもののハイブリッドなものが入り込んでった作品ですよね。私だから言ってみれば、さっきも言ったようにそのバンドミュージックが US インディーだったりとかも含めてだんだん停滞、そしてちょっと、うんうん、求められないものになっていって、ラップトップミュージックがすごい全盛の時代、それはダンスミュージックにしてもヒップホップにしても、その中で、まあ、ギターを持って歌うっていう、なんかそこをちゃんと自分なりに取り組んでいる作品でもあるなっていうのはすごく改めて思いますけどね。そのハイブリッドをなんか模索しながら自分の、うん、あ、うん、これならできるかもって思えたし、なんか自分の心が一回リセットされて、なんか新しいスタート切った気持ちになりましたね、あの時は、うん、あの時ロット一番大変でしたねでも岡田くんがそこで入ってくれたりとか、ね、新しい仲間が増えてチャンスラッパーとか出てきて、うん、あれだわ、そうチャンスの
チャンスとか、まあ、あとノーネームとかやってるエルトンが、そう、エルトンがすごいすげえ綺麗にミックスしてくれて、あのもうなんか多分新しいことを何かしようとすごいもがいて、なんか自分の皮膚を破ってこうなんていうんですか、脱皮しようとしてる、なんかその時ライブとかもそういうぐらいなんか結構エモーショナルだった時期だと思います。すごくなんかこのままじゃダメだって思いながら、なんかそういう漠然としたフラストレーションを抱えながら、でも新しい音楽を生み出そうとしてる自分みたいなのがそこにありましたね。やっぱロンドンを見てそれを思ってしまったっていうか。それはどうして？なんかどんどんトラックだったりとか新しいジャンルの音楽がどんどん鳴ってるのに、バンドがもうシーラカンスのようにずっとオアシスのオアシスの後輩の後輩の後輩みたいなバンドをずっとライブシーン、なんかライブハウスとか見に行くとずっとやってて、なんか時代が止まってるのは止まってると思って、うわこのままこれは怖いぞと思って、で自分はどっちに行くんだ、変わらないシーラカンスに行くのか、進化して生き延びて鳥、恐竜が鳥になるようになるのがどっちなんだろうって考えながら、多分自分は多分鳥になることを選んだんですよね多分、うん、そのことをなんかいっぱい入ってる作品だなと思うし、でも新しい挑戦はやっぱり相変わらず入ってて、はい、でもすごい入ってる、すごい入ってますよね、うん、もっとやっぱそういうことなんだな、うん、挑戦はしてますねいつもね、うん、というかまあ挑戦の塊みたいな塊みたいなアルバムですごい強烈にやっぱランドマークですね。でもこの三船くんもだから選んでくれてる表題曲で、まだこれこそだからエルトンが、まあそうですね、はい、ミックスしてる曲だったりもするんですけど、急ぐんだ僕らのかけた呪いが解ける前に話さなきゃいけないことがあるんだっていう、うん、なんかそれはさっき話してくれたほらシーラカンスのようになっていくのか、うん、鳥になって新しい世界を切り開いていくのかみたいなところにもつながるリリックなのかもしれないなって今話聞きながら思ったりしましたけどね。そうね、うん、そうかもしれないですね、うん、なんか人間のつながりにも旬があるじゃないですか、うん、そのなんか、まあ、ハネムーンシーズンとかも言い方もあるかもしれないし、友情もそうだと思うんですけど、うん、なんかずっと同じエナジーを注ぐことはね、どんなに近しい人でもできないから、家族であってもなんかその時のなんか揺れ動く瞬間みたいのとか、何にでも熱があって冷めていくみたいなものを、なんかヘックスっていう魔法っていうことに翻訳してどう作るのかみたいなのを考えながら作ってた気がしますね。なんかその力があるうちにまだやらなくちゃってなんかその時の表現したエモーションがあったんでしょうね、うん、でもその時にしかない魔法が本当にいっぱいあって、それゆえにでもこのアルバムのおかげでよりロットが広がっていって、うんうん、なんかね、そのさっき話してたアトムの溝みたいなものがどんどん逆に埋まってチェンジしていったっていうのは、ヘクスに救われたことがたくさんありましたね、うん、これだからまあ翌年にも獣たちの名前が出るんですよ、はい、出るんですよ出ましただからやっぱりあれ、はい、その迷いを完全に抜けたがゆえにもうここから溢れてるように音楽が出てきましたね。1年1作出していくっていうね、なんか、うんうん、まあ、3年空いたしみたいな気持ちだったじゃないですか3年分取り返そうって思っててで、なんかもうヘックス出したというかいろんな出会いがゴッチもあったし、ハナ、うん、ちゃんもそこで、うん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 、今ハナホープだけど、ハナホープもデビュー前でなんか一緒に やりませんかみたいな出会いがあったりとか、そうね、エルモホイに会ったりとか、パレスを作ったのもそれぐらいですよね、時期ですよね、うん、獣からですよね、うん、で獣のプロデューサーの林口さんって方と一緒に、まあ、彼女は今富山ですごく富山の民芸だったりとか富山のクラフトをこうモダンに現代に何するように、今いろんなプロデュースとか行政と一緒にやりながら富山のカルチャーを広めてらっしゃる方なんですけど、富山のライブで偶然会って、
もともと高木正勝さんのプロデュースとかマネジメントしてて、だからもうクリエイティブのことはすごい分かってらっしゃるんですよ。で彼女となんか一緒にやったすごいハモったんだよね。だからなんか一緒に作ろうってなったのがアルバムにまで発展してしまったっていうか、だからその新しくこう音楽じゃない外部のプロデューサーと一緒になんか作ってみるみたいな、多くの人脈が新しい人が入ってきたし、でも獣が作れたのはすごい、なんかヘックスでそうね、そのせき止められてた自分の扉が開いちゃったからなんかもうマイペースに自分の作りたいものを作れて何も怖いもんないわって思っちゃったのが獣に入ってて、自分が好きだったその子供時代の童話だったり童謡だったり、はい、うん、宮沢賢治的な日本の古めかしい話とか、うん、なんかそういったものが多分に含まれているのは、なんか、なんでしょうね、童謡味がもともとロットあったけど、そこにもっと深くレイヤーで踏み込んでいった楽曲たちがいっぱい入ってるなっていうのと、ストリングスの挑戦もそこからさらに広がりましたもんね。あと、だから音像がより、音像とアレンジがより緻密になっていった。そうですね、うん、そのロットのチームができ、今のロットのサウンドを作ってくれるチームが、そのミックスエンジニアも含めてヘックスから出会ったんですけど、そこからなんかチームがどんどん、なんていうんですか、まあ、パレスもそうだし、はい、その音楽の中身も外身もなんか一つの大きなロットってチームが、なんていうんですかね、そのコレクティブみたいなものがなんか固まり始めて完成されつつあった感じがしてて、なんか居場所ができてきたって感じがしますね、日本の中でもようやく。私あとだから、まあファレスだったり、あとクラウドファンディングだったりとか、そうですね、その新しいことを、そうそう、だし自分たちのだからなんていうの、メジャーなシステムとは違うオルタナティブなエコシステムじゃないけど、うん、そうですね、うん、そういうコミュニティを作っていった時期でもあるし、そういうことそんなにやってる人別に他にたくさんいるわけでもなかったと思うから、そうですね、もっとこう、うん、もっとなんていうのかな、イベントそのものを作るとかいうよりはなんか作品作りたいからプレゼントあげますみたいな、うんうんうん、のはあったけどね、うん、もっとなんかじゃあロットのプロデュースで行きますとか、ロットと一緒にロンドン行きますとか、なんかそういうアクティビティが体験として入ってるクラファンを思いついちゃったんですよね。なんかロットは、でその時ちょっと確信めいたな、うん、ロットって旅なんだなと思って旅をしながら音楽をしてるし、ロットそのものは体験なんだと思ったら、物あげて消費されちゃうより一生心に残る体験を一緒になるほどね、バンドになっちゃうっていう方が楽しいなみたいなのが浮かんできちゃって、そこでこうじゃクラウドファンディングも物をあげてじゃあおしまいじゃなくて、形に残んないものを一緒にやろうよっていうことをなんか思ってきちゃったっていうのが自分の中で大きかったですね。それが今のロットの活動のやっぱ最初の一歩、怖かったけど踏み出す時やって大正解だったし、ロットにはそれはすごい合ってたし、うんうん、まあ、絶対でもいろいろ言われるんだろうなと思ったし、それはなんで、なんかいわゆるそのなんていうんですか、セオリーというか定石のバンドミュージシャンがやることじゃないじゃないですか。そのクラファンやるのかっこ悪いって今は思わないかもしれないけど、うんうん、当時は、まあ、だからお金をもらうためにみたいなね、そういうイメージみたいなとこですよね。コミュニティを作っていく自分たちのみたい な、うん、なんかそういうことをやってるなっていう印象がすごくありましたけど ね、うん、どう思いましたそれいやだからでも大事なことだなってすごい思った。そのやっぱりその大きなシステムの中で、まあ、人は生きていかざるを得ないんだけど、だけど そこからある種 なんていうのかな、別に完全に切り離されてるわけでもないけど、でも自分たちが生きていくコミュニティをちゃんと自分たちで
持つっていう、うん、昔は多分当たり前だったと思うんだよね。その自給自足してとか、うん、その自分たちのコミュニティで大切にしながら生きていくみたいな。そう、昔はやってたんですけど、ね、人類は。そう、人類は。でも、まあ、どんどんいろんなことが便利にもなっていくし、で、まあ、もう情報も何のタイムラグもなくグローバルで入ってきていて、うん、でそれってすごい便利な一方で、やっぱとても大きく左右されていく。で、大きく左右されていくと、その自分のなんていうのか、生き方とか存在とかも、まあ、揺らぐことも多い、うん、だからその少なくとも、まあ、絶対に左右はされるんだけど、うん、だけど揺らがない自分の居場所を、それこそちゃんと自分たちで作っていくっていうことって、まあ、すごい大事だなと思いながら見てました。で、それがだからなんていうの、精神論だけじゃなくて経済的なコミュニティも含めてちゃんと作っていくことって、うん、ミュージシャンが、あるいはまあミュージシャンじゃなくてもやりたいことをやりながら生きていく地場を作るためにはすごく面白いし挑戦的なことやってるなって思って見てたっていう感じではありますそうね、だから音楽も豊かになってたし、うん、泉さんが言ってくれたようにね、なんか面白いことをいろいろやり始めた時期ですよね、うん、その両方広がって、なんか音楽作ってる以外もバンドなんだって思い始めたのがやっぱヘックス、獣の、うんうん、で獣の名前って楽曲はある種ものすごく静かな、でも未だにずっと聴かれてる、うん、はい、楽曲が作れたのはでもなんか自然と生まれちゃったっていうか、うん、なんか自分のリズムで自分のいいと思うことを自分がいいと思うタイミングでできるようになってきたっていうのは獣たちの名前ってアルバムはすごく、うん、なんか頑張ったっていうより自然と出てきたってなんか結構リラックスして作ってた気がしますね。なるほどね、うんうん、でも新しい挑戦いっぱいあったけど、まあ、だからそれこそその三船くんが挙げてくれた獣の名前、まあ、花さんの、はい、の歌と一緒にやっている曲でもあるけど、 そうですね、すごいそのほら近い距離で鳴る打ち込みのビートな曲ではあるじゃないですか。 で言ってみれば それまでのロットのイメージとはまたちょっと違うんだけど、でもすごく芯を食っているっていう、うんうんうん、生々しい質感がありますよね、うん、ね、うん、ヘクスもがいてたことがちゃんと自分の中で、それこそ何サンプラーを使ったりとか、うんうんうん、トラックメイキングというかエレクトロの楽器がを触ることがすごく、最初はほら始めた時は、うん、不愉快じゃないですか、やったことない動きだし、有機的じゃないからすごい嫌だったんだけど、うんうん、それがだんだんこう自分の体に馴染んで楽器として使えるようになった、そのコンフォータブルな状態になってた自分がサウンドのテクスチャーをなんか作ってきたのはすごく成長があったし、うん、その生々しさがでを使ってもロットらしいんだっていうことに気づけたっていうのは良かったですよね。このだから獣の名前っていう、まあ、この曲にも一つ象徴されるし、まあ、アルバム自体も獣たちの名前っていう、この獣というところに、はい、なんか私の捉え方だと、だから社会性にとらわれる前の人のあり方であったりとか、うん、無邪気さであったりとか思いだったりとか、なんかそういうものをすごく獣として語っているように捉えてたりするんですけど、うん、三船君的にはここだから獣というものに着目したのはどうしたんですか？うん、でもその社会性にとらわれない社会を作る前からずっと人間は、うんうん、動物だったし、なんかでも今も社会性をまとってはいるが、スーツは着ているが、所詮動物だなって思うこともたくさんいっぱい多かったなと思ってて、今はそんなことないけど、特に SNS が少し成熟してきてみんな慣れてきた後の、今度はそれを使って人を傷つけるようになってしまった時代になってしまったっていうか、すごい人間が人間をこう攻撃するようになっちゃった
ことをたくさん見てきたし、僕の近しいところでも炎上って言葉今でもまあ強くなっちゃったけど、どんどん人はそういうものに左右されるようになっちゃって、ね、人を不信感で埋め尽くすようなことが一番金になるみたいな世界になっちゃった時に獣だなって思ったし、また動物の時代に一周回ってデジタルな服を着た獣になったんだ僕らはと思ったら、すごいピュアな13歳の名前も知らない女の子が歌う楽曲に、と一緒に歌う楽曲を作るっていうのは、なんかその獣だらけな世界にものすごく綺麗なナイフを持って飛び出していけるような曲になるんじゃないかって思えたっていうか、なんかそういうことがありましたね。なんか、うん、だからでもそのプリミティブな状態こそがつながりだったりするし、なんかそっち側を抱えてそっち側の方を僕は信じたいなって思ったし、だから今でも歌えるなって思うし、うん。